速稼塾の久保です。ある方とね、こうちょっとやり取りをしながら、これからぼんやりと書いてるビジョンをね、お話ししていこうかと思いまして、動画にしてるんですけども、お金をねしっかり稼ぐのはいいんですけども、将来的に、なんかどういうことがしたいかなって考えた時に、なんかね、あまりあるぐらいお金がもっともっと稼げるようになったら、それを第一次産業にちょっと当てていきたいなと思うんですよ。例えば農業法人、こういったものを運営してみたりとか、苦境にあえぐ酪農家さんのね、ちょっとこう支援をしてみたりとか、で漁業関係者の方とか林業の方とか、そういうふうに第一次産業っていうのは今すごくね、苦しい思いされてると思うんですけども、そこに国が資金を供給しないんだったら、投資で得た資金をそこに、ね、供給してね、やっぱりこうこの国を守るその産業ってのは食べることだと思うんですよね。それからものづくり、木を切ってきて家を作ってみたり、テーブルを作ってみたりっていう、そういった本当の意味での製造業ですよ。 IT とかってのはその次なんですよね。古来から私たちが、日本人が大事にしてきた衣食住ってものが、その礎が整ったからこそ近代産業ってのがあると思うんですよね。最近はそのどっちかっていうと金融とかね、 IT テクノロジーによってお金を増やしているんだけども、でもお金っていうのは結局バーチャルなんですよね。食べることもできないし、寒さをしのぐことができないと。やっぱり誰かが何かを作ることによってお金とそれを交換して、しかも適正な価格でね。だから衣食住を司る産業に携わる方が守られていくんじゃないかなと思うんですよ。だからそういうふうにできればいいなと思いますよね。IT で投資で稼いだお金で賃金が安くて、でもすごく大事なことをやってる人にちょっと支援がしてみたいなっていうところですかね。もちろん私ももっともっとね、こう精神力とか力量を上げていかなければ、なかなかそんなことできないんですけども、本来なら国が支援するところだと思うんですけどもね、もう待ってられないんで、っていうか私の稼ぎも待ってくれないかもしれませんけども、できればそういうふうに考えてるかなってところですね。この話はまた別の機会にさせてもらいます。それじゃあ。